こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ターム D というやつですね。ABCAαBC というふうにやってきました。A っていうのが何かというとこのタドンで、アルファっていうのがこれまあ引き伸ばしたやつね。まあこの辺使いました。あと B。これは C ね、B と C、 この辺を組み合わせるだけで十分できてたと思うんですけど、さらに今度はこの B の頭の部分が抜けたやつですね。フォアなんかで使ったりとか、もうジャズのフレーズはしょっちゅう出てくる。ワンツースリー。ポイントはですね、ここ、まあ僕的にはこれ左右でいきたいとこですね。左右で。で右手のタイミングでハイハットがワンツースリーというふうになります。で、これを、まあ、左側にしておくと、これ装飾なのでこのようにラフにしたりとか、ね、で、この音なくしたり、これはもう装飾音符なのでなくしてもいい。だから「うん」でもいいし、でシンコペーションの部分にシンバル足して「う」、まさにこれってフォアでしょうね。左右が楽ですよね。で左右、ここって3連符の真ん中があるんで、左右右っていうのも流れ的には切るっていうふうにすると、まあ、つなげやすいかなと思います。なので、この辺のフレーズだけを使ったフレーズを、最初の、どんどんやっていくんですけど、こういうこれだけで十分。これでこれ最後シンコペーションしてるのでワンワンツースリーフォーこれだけでも。でハイハット踏んでたらこれ1個やったらシンコペーションしてるのでずっと相手して大丈夫。これだけで十分できますよね。こんな感じでやってみます。で、例えばシンコペーションした場合に、こう例えばこう着地するのが次のここは空きすぎるじゃないですか。なので例えば「タッ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 と」具合にシンコペーションをこう着地するのに、これシンコペーションね、これタイでかかってるのにこの表叩いちゃうと「タッカタコタッチャンタッタタ」なんかジャンプあんましなくなるんですね。「タッタタトタットンタタトタトトトトン」だとここの頭の音が前にシフトしたって考えるのに、ここに音があったらこれはシンコペーションでジャンプしなくなっちゃうのね。なのでシンコペーションを生かしつつここを埋めたかった時に使える定番のこのパターンなんですね。「うたたと」ってとりあえずシンコペーションしたらこれで受けて次のフレーズつなげていく。でこのシンコペーションばっかりでつなげていってもいいしみたいな。みたいな感じでつなげてもいいしみたいな感じで、このターム D って結構重要です。でこれ結構難しいので、これ意外とみんなこれ簡単じゃんって譜面すらにすると簡単だと思うんだけど、これみんな結構短くなっちゃうんですよ。なのでワンツースリーどんどん速くなっちゃう。ちゃんと「うったたどうたたどう」しっかりちゃんとシンコペーションしないと、その長さを保たないとどん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 短くなって速くなる傾向にあるんですよ。多くの人がここで速くなります。でこれをそのままシンバルじゃなくても。これ、ま、フィリーとかよく使うんですけど、ね、これAh-Leu-Chaのドラムソロですが、こういうふうに使ってますよね。なのでこういうこうやってやってもいいんだけど、タムって長く聞こえるのでこれも全然ありですね。だからシンコペーションのことをやるときはこれで、これ左右が楽っていう形のボキャブラリーを使ってドラムソロを全部やっていきます。で1個目と2個目はできる限りこういう基本形ばっかり使って、で、3個目4個目テンポがどうも速くなってもね、4つで1塊だから、3個目4個目はこの辺も全部交えて、できるだけ3連符を埋めたりしないようにしてます。たまに出てくるかもしれないですけど、フィルインとしてちょっと使ってるかもしれないですけど、基本的にもうドラムの人ってみんなシンコペーション向くやってるから3連符ばっかりで叩く人多いんですけど、3連符ってこの使わないですよ本当はね。サックスの人のアドリブ聞いてきて3連符でバラバラ吹いてるソロって本当に探したらほとんどないんで、要は8分音符で使ってるところに装飾音符で加速するために3連符を使ってるんですね。なのでこういう8分音符のソロが流暢にできるっていうのが一番大事なんですね。これが要はいわゆるドラムのメロディーなので、メロディーを作った上で装飾音符をつけていくっていうのはいいんですけど、装飾音符だけで作っちゃうと取っ払うと何も残ってないみたいな感じになっちゃうんで、なので8分音符をしっかり、羅列してドラムソロで、その時に一番最初に言ったみたいにこう8分音符がこうなるとダサいんで、裏拍にバスドラを入れていきましょうね。でこういうシンコペーションでつなげていくっていうのができると、ここら辺でだいぶ上級なドラムソロになります。だからターム ABCD と、この、A の変形ね、それぞれの変形があったと思うんですけど、それぞれの変形とこんだけ使ったらもう今日のドラムソロ聞くともう普通の、レコードとかに入ってるドラムソロで本当に、これぐらいのものだと。アート・テイラーとかはこれに3ストロークが入れば、3連符がちょっと入ればもうアート・テイラーのドラムソロってもうほとんどこれだけでできてると言っても過言ではない。もう一個ターム、E があるので、これを説明したら基本的に僕のやつは終わりです。だからフィリー・ジョーがこの後もう2つぐらいあるんですけど、それちょっと難しくて、そこら辺の説明も、ゆくゆくはしていきたいなとは思っておりますので、ぜひお楽しみにしておいてください。それだけ本日はターム D ですね。ターム D をしっかり2回使って、それ以外の今までのこのタームだけで、組み合わせたドラムソロを、それぞれのテンポで全部やってみてますので、ぜひ最後まで聴いてください。それでは本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。